皆さんこんにちは、アパレルオです。今回ご紹介する商品はノースフェイスの2024年秋冬の、アウターですね。こちらインサレーションボンバージャケットをご紹介していこうと思いますので、ぜひぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、ということでね、いつも通り簡単に素材やディティールカラーご紹介していこうと思うんですけども、こちらは保温性のあるリサイクルポリエステルの中綿を採用した MA1 モデルのインサレーションジャケットとなっております。まあ、今っぽい感じの、サイズ感とか、バランス良いサイズ感に、アップデートされたアイテムとなっておりまして、表地には程よい張り感のある光沢が特徴のポリエステルツイル生地が使われております。また撥水加工が施されておりますので、多少の雨とか雪にもしっかりと対応してくれるっていうところと、中綿には独自開発の保温素材ヒートシーカーが採用されております。軽量で傘高がある中綿ですので、保温性もねしっかりと高くキープしてくれてるジャケットとなっております。まあ、サイズ感に関しましても結構ねゆったりめな感じで、この後 M サイズ着てるんですけども、まあ、僕の身長でしたら全然 M サイズでもねかなり緩めに着ていただけるかなと思いますので、まあ、ジャストで着たいんでしたら、いつも選んでいただいてるサイズ1サイズ落としても、正直ね個人的にはそんなに問題ないんじゃないかなと思えるぐらいのサイズ感となっております。まあ、中結構着込むよって方とか、少し分厚めなスウェットとか、ちょっと緩めなスウェット着るよという方とかでしたら、まあ、普段のね選んでいただいているサイズ選ぶだけでも、全然ね余裕で着込んでいただけることはできるかなと思いますので、まあ、そういったところも踏まえまして、ご参考になれば、個人的にも嬉しく思います。一応サイズ展開に関しましても S サイズから XXL サイズと5サイズ展開されておりますので、本当に幅広い方に対応できるアウターとなっております。一応お値段が税込みで3万800円ですね。まあ決してねお安いお値段帯ではないんですけども、デザイン的にはね流行り去りない感じで、もう本当にカジュアルな感じから、少しね綺麗めな感じの外しのアイテムまで幅広く使えるんじゃないかなと思っております。でこちら実際着用してるんですけども、163センチ54キロで今、ブラックの M サイズを着ております。今中ねロンティーと、ちょっと、分厚めなスウェット、ゆったりめなスウェットを着てるんですけども、まあ、それでもね腕周り全くね窮屈感なく、着れてる感じですね。まあ、どうしてもね袖丈は僕の身長とか体型になるとちょっとね大きいかなっていう長いかなっていう感じになってしまいますが、まあ、それがね気になる方はもうワンサイズ落としていただいた方が、正直いいのかなと、思った、ところが正直なところですね。まあ、着丈に関しましてもこちら M サイズで69センチ、一応 S サイズで67センチと、まあ、見た目的にはねそんなに変わらないんじゃないかなと、思っております。身幅もぐるりで M で132センチありますので、もうだいぶゆったりめな感じがこれだけでも、わかるんじゃないかなと思います。 S でもね128センチありますので、まあ、そういったところもね全然ご参考にした上でサイズ選んでいただければいいかなと思います。で一応ねうちのところにも一つねポケットがジップ式のやつがついてる感じですね。ノースフェイスのロゴは、変わらず刺繍で、前と後ろと、施されております。まあ、裾のリブもね結構めちゃくちゃ締まってるかっていうとそうでもなくて、程よい締め付け具合となっておりますので、まあ、その辺もね ここが結構気になるよって方とかそんなに、問題にはならないんじゃないかなと思っております。まあ、全てのポケットねジップで開閉できるようになっておりますので、まあ、荷物貴重品とかね落ちることはないですので、そういったところも心配されなくて大丈夫ですし、まあ、中ねフーディーとか入れてちょっとレイヤードした、コーディネートを楽しんでいただくっていうのもねこちら MA1 の、スタイルとしては結構多いかと思いますが、そういったところもね全然していただけるぐらいのゆとりはありますので、まあ、逆にねちょっとこういった丸みが出すぎるのが少し苦手だよって方とかね正直あんまり向いてないかもしれませんので、まあそういったところはねあるかと思いますので、まあ
着た感じのイメージ少しでもねご参考になれば個人的にも嬉しく思います。あとちなみにお色なんですけども、今着ているブラックっていうお色とあとねニュートープっていうカーキのお色ですね、そちらとあのユーティリティブラウンという、ちょっと明るめなブラウンの3色展開となっております。まあ、今回ねちょっとあのこのブラックしかご紹介してないんですけども他のお色もね気になる方はねぜひ、チェックしてみてはいかがかなと思っております。まあ、本当にあのこちらはね流行り廃りなくて毎年人気のタイプとなっておりまして、まああのフードなしの方がいいよって方とかはね特に向いてるんじゃないかなと思います。まあ、重ね着する方とかね非常にこちらとかね顔周りもすっきり見えますしめちゃくちゃあの分厚いわけではないですのでそういったところもね長く使える一つのポイントかなと思います。で滑りもね非常にいいですのであの全然余裕で着れますし、まあ、今ちょっと分かるかと思いますが結構ねアームホール広いあのスウェットを着てたんですけども、まあ、それと合わせてもね全然あのもたつかず腕周りもねあの着れますので、そういったところもめちゃくちゃ便利かなと思います。結構レビュー見ててもね非常にあの高評価がやっぱり多くて、まあ、デザインはもちろんなんですけど軽くて暖かいとか幅広く使えそう、あとねとにかくかっこいいとか、まあ、女性の方のねレビューも結構多かったりしましたので、まあ、そういったところも踏まえてね、一緒に来ていただいたりとか、兼用にねあの使っていただいても、非常にねこちらは重宝するんじゃないかなと思っておりますので気になる方はねぜひチェックしていただければなと思います。まあ、デザイン的にちょっと一つねこう気になる点があるとすればやっぱりねこの暖かい分ね綿はしっかりと入ってるんですけどもこの肩周りのねちょっとモワッと感っていうところがまあどうしてもね好き嫌い出ちゃうんじゃないかなと思いますのでまあそういったところはねちょっとこの動画の中で、ちょっとでも伝わればなと思っておりますのでまあ気になる方はねぜひその辺とか、まあ、もしあのコメントいただければ、まあ、できる範囲ではお答えしたいなと思っております。はい、ということで今回ご紹介してきましたノースフェイスの2024年秋冬のアウターですね。こちらインサレーションボンバージャケット、ご紹介してきましたがいかがだったでしょうか。まあ、こちらね毎年発売されているアイテムとなっておりましてこの MA1 型はね特にこのインサレーションのシリーズの中でも、人気の高いモデルとなっておりますので、気になる方はねぜひチェックしてみてください。まあ、これのね綿ないバージョンとかもねもう毎年発売されてるんですけども、まあ、これは本当にこれでねアウターとして、絶対ねあの真冬もお使いいただける分厚さとなっておりますので、まあ、待ち着できる分にはね十分な、スペックかなと思います。まあ、それでいてね撥水加工もしっかりと施されておりますので、まあ、そういった点はね非常に重宝する理由の一つなんじゃないかなと思います。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいなと思っていただければ高評価チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。もう本当にね気温も、かなりね下がってきて朝晩ねもう10度前後になってきましたのでそろそろアウターがねあの必要な時期がもう目の前に迫ってきておりますので、まあ本当にそういったところのお買い物のご参考になれば個人的にも嬉しく思います。ということで次の動画までまたさようなら。 Thank you.